はい、どうも、ナトだよ。今日はね、スプラシューターコラボを使って、ガチマッチやっていきたいと思います。今回は、今ほぼ絶滅しかけているスプラシューターコラボ。まあ、たまにいるけどね。まあ、おそらくどうなんだろう。ウレマ X 上位隊にはほとんどいないね。ほぼいない。ちょっと A 隊とか S 隊のところにはいるかもしれないけど、まあ、使いやすい武器であるからいるかもしれないんだけど、今トップの環境においては、ほぼ絶滅している武器。で、なぜ、スプラシューターコラボがここまで使われなくなってしまったのか、今回はガチマッチ行く前にちょっと、考察した後にちょっと試合に潜っていきたいと思います。なんでスプラシューターコラボがここまで使われなくなってしまったのか。一時期はね、めちゃくちゃ人気武器で、かなり使ってる人が多かった武器なんだけど、自分もね、一時期はもうずっとスプラシューターコラボ使ってたんだけど、今はもうほぼ使ってない。うん。で、その理由としては、やっぱり、その、長射程環境になってしまった。長射程が強くなってきてるつうか、長射程で強い人が増えてきたのが原因なのかな、一番の原因はね。なのかなって思います。はい。今流行ってる武器は、今流行ってる武器ほとんど射程長いからね。今流行ってる武器、エクスプロッシャー。エクスプロッシャーに、プライムシューターベチューかな。疑似に書くプライムシューターベチュー。L3 リールガン。あと、流行ってる武器。あ、これね、プラスミシューター。あと、スプラチャージャー。スプラチャージャースコープ。あとは、クーゲルヒュー。ジェットスイーパーカスタム。あと、スプラスピナー。あとは、なんだろう。バレルスピナー、キャンピングシューター。もう今トップにいる環境が、トップにいる武器がもう、一番射程短くて、L3 ルールがスプラスミナーみたいな。で、この武器たちはやっぱ塗りが強くて、基本的に今の環境ってのは特にエリアはそう維持の試合なんだよね。そう、塗り合って、で、スペシャルでどうにかこう、詰めていくって感じで、で、寿司コラのその、攻め込んでキルするっていうのがすごいしにくい環境。相当上手くない限り、相当上手くてもきついっていう環境。うん、敵はね、塗ってて、敵が寿司コラだったら塗ってて、敵が攻めてきたところ、そう、引き打ちで倒せばいいだけだから、本当に寿司コラがきつい環境になって、まあでも、エリア以外だったらまだいけるのかな。で、そういうのがあって、今、やっぱりそう、長射程環境っていうところで寿司コラがきついのかなと思います。あと、スペシャルのジェットパックもね、まあ、スプラチャージャーだったりとか、クーゲルとかに簡単に狩られてしまうスペシャルっていう意味で、やっぱりジェットパックもかなり使う場所が限られる。ステージによっては強いけどね、やっぱ使う場所によってはもう全然使えないスペシャルになっちゃってるからね。うん。で、もう一つの原因が、L3 リールガンの存在だよね。うん。まあ、L3 リールガン存在っていうか、今ね、前線シューターとして生き残ってるのがトップの環境で、L3 リールガンしかない。もう完全に。いや、まあ、クローズアップ、俺はクローズアップワンチャンと思ってるけど、この前線シューターで、キル、するって考えると L3 リールガンしかないかな。で、スプラシューターコラボとよく比べられるのが、L3 リールガン D。L3 ルーガン D どこだ ?L3 ルーガン D は、あった。これ。これがよく寿司コラと比べられるべきなんだけど、これに勝ってる、これ、L3 ルーガン D と寿司コラを比べたときに、寿司コラが L3 ルーガン D に勝っている要素がほぼない。うん。まず塗り。塗りはもう圧倒的に L3 ルーガン D の方が、いい。で、何あ、射程に関しても、L3 リルガン D の方が長い。で、スペシャル必要ポイントに関しても、180ポイント。で、寿司コラは、210ポイント、30ポイントの差がある。もう塗りも強くて、スペシャル必要ポイントも少ないって意味で、L3 リルガン D は、まあ、塗り合ってスペシャル吐くっていうことができる。寿司コラの場合は、絶対に、塗り合ったら、敵の方がスペシャル早く溜まっちゃうから、メインでどうにかキルしに行かなきゃいけない。っていうシーンが発生しちゃうので、まあ、もうその時点でもうね、寿司コラが勝てる要素はない。まあ、キルタイムに関しては、寿司コラの方が早いんだけども、L3 リールガンはメイン性のアップを 1.3 以上積むことによって、ワントリガーで 99.9 ダメージが出る。だから場合によっては L3 リールガン D の方がキルタイム早くなってしまう。もうこれはね、ほんと寿司コラが勝てる要素が、ほんと機動力しかない。機動力しかないんだ。それがね、かなり、もうスプラシューターコラボ、ね、やっぱ、スプラシューターコラボ使いだった人は、スプラシューターコラボが強いから使ってたんだけど、今のスプラシューターコラボは発揮士って弱い。うん。弱いっていうか、L3 リルガン D を使った方が強いってなる。弱くはないな。L3 リルガン D を使った方が強いってなっちゃうから、使う人が少ないです。
まずそもそもシューターが、他のシューターがもっと活躍できる環境にならなきゃいけないんだけど、今どうしてもね、キャンピングシューター、クーゲルヒュー、ジェットスイーパーカスタムとか、まあ、そこら辺が強すぎてね、ちょっと、そこで、まあ、スプラシューターコラボはかなりきついのかなって思ってます。はい。ってことで、そんな絶滅しかけてるスプラシューターコラボを使って、今回はガチマッチやっていきたいと思います。今回はルールはアサリ。唯一、寿司コラが、唯一でもないのは、まあ、一番アサリが多分寿司コラ今立ち回りやすいのかな。うん。エリア以外だったらまあ寿司コラ全然まだいけるかなって思ってるんでね。ジェットパックも強いし。はい。ってことで早速ガチマッチやっていきたいと思います。それでやっていこう。はい、マッチングいたしました。箱フグ倉庫な。ガチアサリー。よし、やっていくぞ。いくぞ。スプラシューターコラボ。全滅仕掛けてるスプラシューターコラボ。てかね、俺スプラシューターコラボよりだったら今ね、ボルドマーカー、セブンの方がね、強いと思うわ。うん。ボルドマーカーね、射程は短いんだけどね、もう圧倒的機動力と、その足場塗りが強くて、割とね、こう、射程詰めれるんだよね。敵に。敵の場所に。やばすぎ、それその曲者やばすぎ。強ー。俺ね、マジで前線シューター、ちょっとね、冒頭で言ってないけど、ボルドマーカーセブンはね、結構ね、強いと思うわ、今。寿司コラに比べたら。ウルトラハンコも強いしね。ちょっとやめて。ウルトラハンコマジで強いから。さあやって、ちょっと入れ、やばいな。これ結構入れられちゃうかも。とりあえず後ろボム投げて、こうやって敵が、とりあえず狙い落として、ビールもやって、無理だな。ここ味方のカバー欲しいけど、ちょっとここ左取りたいけど、ここで DJ やってると負けるからな。これ死ぬか。あ、やないか。あ、でも、あいつだ。オッケー。とりあえず、これで。オッケー。59まで進められちゃったかな。ちょっと怖いカウント。編成的には、こっち、ハイカスが結構、防衛してくれるから、どっかでリード入れれば、なんとかなるか。さあ、いるの分かってる。さあ、イカ人が強い。イカ人強いな。今日、ちょっと、あんまりギア適当にイカ人積んだけど。さあ、これやれるか。ジャック入っちゃうけど、味方落ちたな。待って。いや、待って、無理それ。いや、これ無理だな。味方、今落ちるから、これ死んだな。ふおっ！無理でーす。やばいな、これ。うわ、敵めっちゃアサリ持ってる。まずいっすね。やっぱ、アサリはね、まだ、その、長射程環境ではないかなって思う。アサリ結構やっぱ、アサリ集めなきゃいけないから、機動力高い武器、結構強いからな。さあ、右にいるんだけど、どうやっていくか。お、あ、もう、危ねえ。スプラッシュボムは相変わらず強いな。さあ、8個持って、こっち20個持ってるから、これ逆転のチャンス。さあ、右行くか。いや、やっぱね、スペシャル必要ポイント210ポイントきつい。ここで、スペシャル必要ポイント180ポイントだったら、ジェットパックも溜まってんだけど、さあ、溜めて、なんか死んでんな。ちょっと右いる。ちょっとやばい、これ死んだか。いや、そこの、でそこ、うっ、当たってねえの今。さあ、味方、いや無理か。いやこれ間に合んねえな。ダメや、間に合んねえ。あ、うん、いやマジかー。こう味方がな、こう飛んで入れる位置行ったらすぐ飛ぼうと思ったけど、こう見られてたっぽいな。もうしゃあない。結構カウントきついっしょねー。これいや、イカ人強すぎる。こういう時のイカ人マジで強え。相手ごちゃごちゃしてたら見えないよな。さあ、これやれるかな。あと一発なんだけど。やった。オッケー。ん？ナイス。さあ、ここ、ガチアサリ作ってだな。これ、アサリポイってして、味方に渡して、俺はジェットパックで、さあ、1枚持ってったぞ。そこにいるぞ。あ、そっちか。ごめん。いやー、右いんの。いや、わかんねえ。いつの間に右来てた。全然わかんなかったな。いやー、これリード入んないなー。マジかー。今、いつの間に右いた？ごめんねー。今、正面押さえてて。うわー、右のブラスターわかんなかったな。マジで、どっから出てきたのかわかんなかった。これ1枚落としたいな。こう1枚落とせたら、もう1回攻めれるチャンスなんだけど、さあ、これ、落とせる。落としたけど、いや、もう1枚いるよね。ナイス。あ、ナイス、ナイス。味方ナイス。
オッケー。さあこれで一応カウンターさにもう一個ある。やっぱ L3 ルールがどのルールにもいるな。味方にもいるし敵にもいるね。多分イカスヤ、まあでも L3 ルールガン D よりやっぱ無印の方が多いね。やっぱイカスヤがやっぱ今強いかもな。まあ、ガチマッチにおいてさ、ガチマッチってやっぱりあれね、ガチマッチってさ、なんか自分死んだら結構きつくなっちゃうから、その点においてさ、ガチマはさ、L3 ルーガンじゃなくて、イカスキアはさ、ナイスリード？イカスキアは、なんか自分が死にそうになった時に入って生存できるのが強いよな。ガチマッチはなんかそう、自分が死なないっていうだけで強いからな、イカスキア。で、パンチ。ま、ここ、ワンチャン。さあ、イカ忍者、強くね。ちょっと待って。いや、今変わった。まあ、まあ、大丈夫でしょう。イカ忍者、ブラ対面最強だね。絶対あれ、直撃当てんのむずいでしょ。敵ブラ。しぶきが見えないからな。さあ、ナイス。これは勝ったかな。これは勝ったっすね。さあ、ちょっとヒール美味しくいただきたいけど、味方やっちゃった。ナイスー。なななな、ナイスー。ふぅ、まあ、弱くはないな。うん、弱くはないけど、きつい武器。環境トップ武器にはなれない武器って感じかな。うん。OK、77。ナイス。いや、いい逆転だったな。ハニマッチングいたしました。箱フグ倉庫のガチャ 3! よっしゃ、っていくぞ。箱フグ倉庫みたいにジェットパック強いステージは、あれだな。寿司コラ、強いと思うな。ジェットパック強いステージ。ジェットパック強いステージ、あとどこだ？アリフライとかか。最近、ジェットパックを使わない、もう。ジェットパックも今日久々に使ったわ、マジで。オッケー。1枚持ってるけど、味方持ってるのか。そう、これ、いや、マジか、もう1枚いんのか。やられた。ちょうど1枚やったんだけどな。こっちなんか編成弱えな。お風呂。なんかわかんない。編成弱いかわかんねえな。お風呂がいるだけでなんか編成弱く見えるわ。お風呂も、どうなんだ？お風呂強いかどうかわからんわ。掴んでるから。でも敵にさ、敵のお風呂でなんかきつかったことあんま記憶ないから、多分お風呂そんな強くないと思う。たまにあるけど、ね、お風呂きついって時。でもなんか、そこまでね。さあ、1枚持ってった。これでかいんやない？あそこに灰カスいるんだけど。早く頭出せ。出さないんだな。マジそこに、マジか。そこにいんの？いや、これ進まないな。今のジェットパックで1枚落として進むと結構攻めの起点になったと思ったんだけどな。まあいや、でも塗り状況は圧倒的にこっちの方いいから、あとアサリ集めつつ、でも味方やられて、これアーマー剥けるけど敵アーマーついたからこれ引こう。さあ、これロングやりたい。ロングやったけどこれ死ぬかな。いや、無理か。ハイカス強え。ハイカスそうねー。いや、ハイカス落としてたら、こっちジェットパックしかないからな。お風呂もダイナモ、まあ、ケルビンワンチャンか。ケルビンもジェットパックか。ここジェットパック強いから、まあ、俺かケルビンがジェットパックで、電気取れれば。さあ、入れられちゃった。ちょっと、一発合ってるけど、ちょっと吸盤も怖い。大丈夫それ。ナイスナイス、オッケー。あー、やばい、いる、これ。一回エイムずらしして、さ、これできるかな。やりたいけど多分変えられるから、いやなぁ。いるのは分かってるんだけど。まあ、そっち行くか。なんだあれ。わかわ。うわ、まあ、分析。さあ、ジェットパックはまって、じゃあ、これもう入っちゃおう。多分いや、これ吐いたの不正解か。まあでも結果的に打開できたけど、でもやべえか。ジェットパックないと多分入れないんだよな。攻めでジェットパック使って。さあ、1枚持ってくる。いかないと無理だからな。どうしよう。さあ、とりあえずガチャアサリ作るけど、はい。さあ、ジェットパック溜まりそうだから、右のか。さあ、これやられたくない。ナイスアーマー、このアーマーナイス、味方ナイス。これワンチャン。さあ、これやって、これジェットパック入って、そこいるから多分これやれるんだ。
やった。お願い、ハイカスだけ。ハイカスどこ？そこか！ちょっと待って！そこかー！ごめん、これ。いや、マジか。ハイカスそこか。残り1枚のハイカスどこかわかんなかったな。いやー、これやらかしたー、今。敵ハイカスだけだったんだけど、これ入んないよな。わー、マジかー。今のもったいなー。さあ、これ。今、吐かせた。いや、これ死んだかな。これ死んだな。まだでも1分20秒あるから。あ、無理だ。いや、今の生存するだけで全然良かったけど、ハイカス、うわ、ダメだ。考えるな。言うて敵まだカウント80だからね。味方もしっかり防衛してくれてる。編成がさ、圧倒的にこっち弱だから。さ、やりたい。やった。いや、マジか！欲だし、朝が集めに行っちゃった。いや、今ダメだな。よし。まあ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 。こっちでもスペシャル溜まってる。多分ケルビンの人が、アーマー味方入った。オッケー。ケルビンの人がね、うまくジェットパック刺されば、さ、そこいる。これやった？オッケー。やった。若葉は、オッケー。敵、あ、オッケー。敵ハイカスだけ。さ、どこだ？ハイカスどこ？ハイカスどこ？ハイカスの、あ、オッケー、そこか。さあ、でも敵ももう復帰してっけど、味方やられちゃうな。やった。オッケー、オッケー、もう吐くわ。詰めてきた。ちょっと待って。危ねえ。いや、やられるかな、これ。やられないと。うわ、敵ハーマーかよ、ここ。あと一発。当たってくる。さあ。あ、いるわ、ここ。ちょっと待って。ナイス入れ。あと一個。あと一個。入れれない。待って、こいつやってアサリを。持ってない！ちょっと待って、アサリ。そこに。うわぁ！うぅぅぅアサリーワイが持っとったら買ってたー。いやー、今さ、敵リールアサリ落としたかな。敵リールアサリ落としてた。敵リールアサリ落としてたら俺先般なんだけど、敵のリールやったらばー。はい、最後まで見てくれてありがとうございます。もしこの動画気に入っていただけたなら、チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。あとツイッターもやっているので、ぜひ概要欄のリンクからフォローお願いします。それじゃあね、バイバイ。ナナトでした。また見てね。バイバイ。